こんにちは。ちょっと前回グタグタでですね。今回残った心拍3つ。はい、これ買うときにね、どうやって買ったかっていうのと、どう作っていこうかっていうことを、まあ、想定して買ったんですけど、これ辺はもうやっぱりその下の方のジンが非常にシャリか、面白いということで、こう枝はね結構枯れてますなんですけど、心拍はもうどうにでも曲がるんで、それをこう作るってイメージしながら買うんですけど、例えばこれであればこの辺のね変化が面白いんですよね。でこう正面にして作っていくってことなんで、流れとしてはこっちに、なんでこの枝をぐーっとこっちに持ってきたいんですね。前回話しました。それはそうか、同じ話かなんでそうかという作り方をするんですけど、ちょっとこれね、今の時期結構厳しい曲げになるんで、これはまた冬に。冬に。ね。で、これもですね、さっき言いましたよね。これもさっき言いましたよね。頭を、この辺を見せるところなんで、頭をずっとこっちに持ってきて、これも将来的にはこの下一本で、こっちに持ってきて、つけると。ね。いう話ですね。それも冬にやった方がいいかな。冬にやった方がいいですね。皮がね、今の時期はめくれちゃうんで。そうなんですよ。だから、曲がりやすいんだけど、赤松もそうなんですけど、曲げやすいんだけども皮が剥がれやすい、木質部と形成層が剥がれやすいんで枯れる可能性があるんで、曲げるときは、ねじらないということで、籠宮さんも結構慎重に曲げられてたんですよね、あの籠宮さんでさえ、畳み込みの籠宮さんでさえ、優しく曲げるというのがこの時期だということですね。はい、はい、で今日これもねちょっと厳しくなるかもしれないんですけど、やってみたいなと思ってて、今なんとなくこっち流れっぽくなってますよね、ただねここに陣があるんですね、そうするとやっぱり流れとしてはこっちで、これをですね差し枝として、これをぐーっとこっち側に畳み込んできて、まあ畳んじゃいけないんですけど、優しく曲げてですね、でこの陣をちょっとこう目立つようにしたいなという感じで考えてます。ちょっとこれ軽い針金製紙をちょっとしてみたいと思いますね、左側から風が吹いてるから陣になったと。そうですね、こっち側から流れてきてるんですね、だから上の枝がおかしいですね。おかしいんですよね、この辺がこう並んじゃってるんで、だからなんとなくね今こっちに流れてるような、これが内側に来ちゃってますから、こっち流れるように見えちゃいますけど、本当はこっち流れですよ、ということですね。でこれを買ったのはこの辺の、シャリ、板シャリですよね、板シャリとこの陣ですよね。だからこの陣をやっぱ強調させなきゃいけないということで、これをグッと、折れるかもしれないですけど曲げていって、ここの板シャリを生かすためにはこれを離さなきゃいけないということですね、こんなことをやってみたいということですね、はい、ちょっとこれ濡らしますかね、濡らして曲がるかどうかわかんないけど、ちょっと本当はね染み込ませておくといいと思うんですけど、ちょっと濡らして柔らかく、これは曲がりそうですね。こことここをどうにか曲げてって感じですね。そうですね、こことここが一番厳しい作業ですね。ここがなんかうまいことと2つに分けてみたいな、分けてみたいですね、棚を作ってですね、はい、でこれを少し上げていきましょう。これとこれですね、であとこれとこれをかけりゃいいんですね、はい、ちょっとそんな感じでこういうふうに曲げたいんで、ちょっと上から本当はね下からかけたいんですよ、 見栄えだけ言うと、こちらからかけていきます。雨が強くなってきました。雨が強いですね。音がうるさいですか？かもしれない。かもしれない。普通の枝と一緒で、やっぱりパトカドのところにこの針金が当たるように、はい、で最後上に上げるんで、下からこうピュッといくような感じで、上げる感じがいいですね。はい、これは割と簡単に終わりますね。あとこいつも上げていきますね。はい、さっきの3本どれもね、作るの難しそうな。そうですね、シャリはいいんだけども木作りはどれも難しい感じですよね。で、今の動画とか、赤本明さんの木とか見て、あ、この木ならこういうふうにできるかっていうのを、そうですね、発想が生まれる。そうですね、そうしてもらえるといいですよね。なんか家のどうしようもなくなってたやつ、もうちょっと今度作り直そうかなって、そう思いましたもん。そうして言ってもらえると、これ少し上げますね。これ引っ張りながら、結構上がったな。上げる理由は、やっぱり勢いつくようですよね。はい、こんな感じでちょっと上げた感じですね。あとはね、これとこれですね。結構勝負なんですよね、これ。これはいかないから切っちゃう。2.0 を2本ずつかけましょう、これとこれで。はい、ひねっちゃいけないって言いながらも、こう上に上げたいんですね。なんで、下から針金が入って、こう起こすような格好に。あ、
しますね、はいはい、下から針金が入る、下から針金が入って、ちょっと幹に一周しましょうか、しようかな、うん、はい、このまま曲げてもいいんですけど、ちょっと幹に一回一周した方が効くと思うんで、はい、これもね、今ここに少し変化があるんで、はい、こう回転した方がこの触れっていうんですかね、それが見えるかなと思って、うん、こっち回転に、だから上から入りましたね、下に入るんじゃなくて上から針金入って、まあ、ひねっちゃいけないって言うんだけど、少しひねっちゃうかもしれない、触れ、うん、ってなんですか、え触れってのはこう幹のね、ゆらりゆらりと、ゆらりという感じですかね、うん、枝先に細い針金、そうですね、まあ、1.2 ミリぐらいで、頭もそうですね、少しありますね、で、この時期、あ、これ取れちゃった、あの一本一本あんまりこう、やるというよりは全体にこう束ねてこう針金かけるような、そんな書き方します、で、全体にこうふわっと上げるような、最後の一周みたいな、そう、こことこう一緒にかけるんですけど、はい、全体にくるみながらこうまとめてふわっとかけるような、うん、なるほど、そんな感じに、はい、見せるように、今上の枝まで始まってますが、はい、こういうね、あのさっき言ったように、はい、こう固める針金かけっていうんですかね、枝がこうなっちゃってるんで一本一本かけるんじゃなくて、こういうところにふわっとかけちゃうんですね、うん、両方ともね、だから2つの塊を1個にかけちゃう、そうですね、まあ手抜きですよね言ってみれば、下側が嫌だったんで下側を取ってます、下に出た葉っぱを、下に出た葉っぱを取って、はい、大事なところを後回しして、はい、上の仕上げになっちゃってますね、ちょっとじゃあ下の枝曲げますか、はい、もう針金かけただけで、はい、そうですね、塊がね、棚っぽい、棚っぽいですね、楽する針金かけですね、楽する針金かけ、はい、たまにこう作っていくっていう、うん、で、勝負はですね、やっぱりこことここですよね、はい、ここはね、一旦せっかくここにこう曲があるんで、はい、曲があるんで上に上げて、ここあんまりにもダラーンとしてるんで、うん、本当はね、こうねじりながら曲活かしたいんですけど、ちょっとこれを上げますね、はい、上げて下げる感じですね、ここですね、うん、結局厳しい仕事してますね、うん、で、今度はここで下げる、この上の角、はい、この上の角で、はい、ねじらないですね、慎重にですね、冬だったらね、もっと平気でギュギュやっちゃうんだけど、上の方はあんま曲げないですね、そうですね、上はそんなにやることないですね、はい、ひねっちゃいけないって言いながらも、ひねりたくない、少しひねらないと慎重にですね、細いからね、ね、パキッといきそうな、いきそうですね、でもそっちの枝より逆側の方がかなり曲げないと、曲げないとです ね、うん、寄せられないですもんね、そうなんですね、力が入っております、入っておりますさあ、そして、うん、勝負のこれですね、はい、これをやりました、ね、うん、ここを背中にしてですね、ギュッと畳みたいですね、ここですね、最悪そこなくてもどうなんですか、あ、枝として枝として上下ろせそうですもんね、まあそういう、そうですね、だからそういうつもりなら結構無理もできる、できるってことですね、だから、ね、最悪枯れても、うん、なんとかできるから無理できるんでしょうね、そうです ね、それはありますよね、この作者の方も作者の方も、この方もね、うん、はい、私じゃなくてね私もかもしれない、もうちょいだな、もうちょい、結構曲げました、曲げました、曲げました、
でも割れてないですからね、ここね。でもさらに割れない。でもちょいちょい。うん、いいんじゃないかな。なんとなく。生産農家なんだ。そうすると気になってくるのがね、ライダーなんですよね。そうですね。ちょっとこれを強引にでも持ってきたくなりますね、やっぱりね。これに。ライダーがない。ライダーがない。ライダーはね、これを。この辺に置きたいってことですよね。そうそうそう、ね、これをね、うん。だんだんやっぱり欲が出るんですよね、やっていくとね。後ろ来ましたね。うん、後ろ来ましたね。嫌いじゃないですから、ちょっと香りの。だんだんやっぱ厳しくなってた。だんだんやっぱりね、こだわりがどうしてもあるんでね。まあ、理想を求めるものですからね。求めちゃいますよね。なんか良さそうですね。うん、なんかなんとなく。頭の位置もちょっと動かしました？そうですね、ちょっともうちょっと前を向けたいんだけど、もう完全にね、なんとなくね、値段上がりましたね。上がりましたね。大木感が出てきましたね。大木感、背が高く見えるんじゃないですか、スーッと。まあ一回頭ちょっと嘘ついたっていうところですね、うん、やっぱり上げたくなったんですね、ここね。上げたくなりましたか。なりました、やっぱり。嘘じゃなかったんですね。嘘を誠に変えたんですね。誠に変えたんですね。さすがです、ええ、よし、上げたかな、上がったかな。自も曲がるんですね。曲がりますね。よし、いいかな、なんとなく。そう、いいかなで時間かかりますけど。そう、ここでね、素人は騙されてこのままカメラを回しっぱなしにしちゃうんですよ。回しっぱなししちゃうんですよ。ここからね、やめましょう。お昼行かなくちゃいけない。そっか、はいはい。完成で、完成っていうことですね。はい、こんな感じでどうでしょうか、はい、ちょっと大木感があるように作りました。盆栽になりました、まあ、うん、そうですね。やっぱりこれが一番厳しい、内側に曲げてね、やっぱりこちら側からの流れっていうのを見せなきゃいけない。ここも少し厳しい仕事したんですけどね。ここを一回上げて下げて、でまあ最後的にはここもやっぱりこう下げるんですけど、やっぱり2段でもうちょっとこれ元気つくといいと思いますんで、こんな風に作ってみたということで、一応まあ、買った時のここのシャリを生かしながら、このジンですね、これが面白いんですよね。これも生かせるような作り方、まあ、イメージ通りの形ができたということですね。冬場だったらね、もうちょっとこうギュッとこう、もっとギュッとしたいね、決めたいんですけど、まあ、6月なんでこんな感じで、あとはこう目摘みをね、繰り返していって、やっぱりこんも、もうちょっとこんもりこんもり、うん、はい、やればっていうことですね。そうですね、はい、でもこういうのを選択肢というかね、まあ、こういうのできるなって分かってないと、そうですね、買えないですもんね。そうですね、まあ実際にはもうここだけで買うんですけどね、うん、このね、ジンとシャリだけでね、あとはなんとかなるかなって。だって安くないじゃないですか、こういう木って。そうですね、まあ、これはね、まとめて購入したんで安かったんですけど、うん、多分皆さん、はい、例えば販売のイベントとかで、ね、そういう時に例えばこの木が、はいはい、例えば数万円で売ってて、買うって、買うってそうですよね、最初の状態で。そうですよね、っていう感じですよ、そうですね。僕は買えない、あ、まあある程度予測してですね、まあいいとこ選んで予測してっていうところで、うん、だからこれを見たので皆さんも、うん、はい、選択肢があるということ で、 そうですね、そうですね、最初のね、こういう、はいはいはい、こういう状態の木も、うん、そうですね、これもだからもう どうなるか分かんないですけど、うん、まあ、この辺だけで買って、あとはなんとなくこれの陣の下にこういうのが入ってくるなっていう感じですよね、イメージですよね。だからどうにかできるなっていう、うん、これももう選択肢を増やしましょうという、ね、そうですね。あ、だからあとはこれもそうですけど、これもそうなんですけど、最悪枝一本でもできる、心拍は、うん、だからシャリが、あるいは陣が良ければ、まあ、買っといた方がいいですよと。そうですね、いうことですよね。もっと言えば、うん、水でもいいですからね。ああ、そうですね、上の方にしかこれとかないから。あ、そうですね、じゃあこの辺に一本ついておけば、はい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 、で、ちょっと下向きにそうですねこう刺しておけば、そうそうそう、とかもありますもんね。そうですね、あ、だからね、あれ、継ぐことに決めました。え、その話の流れで、ちょっと持ってきますね。あ、肉か。あー、これですね。それって動画出ましたっけ。とりあえず
ちょっと今こう傷んでるとこあれですけど、先端が元気なんで大丈夫なんですけど、北海道心拍アダムさんのところでやったやつですね。ちょっと問い合わせありますけど、これは、北海道の生かそうかなと思ってきたんですけど、やっぱ買ったのはもうここだけなんですよね、ここだけで。肩を見せるにはちょっと後ろ行っちゃってるし、頭がここなんですけど、ちょっと作りが、今のところイメージできないんで、これは、継いじゃおうと決めました。じゃあこの間3本ぐらい、そうですね。だからやっぱり例えばここら辺に継ぐとかね、とりあえず1本でいいと思うんですけど、1本で、まあできれば3本ですけどね、挿絵だとあの頭と裏ができるといいですけどね、ここら辺に水水があるんで、ここら辺についで、はい、こう作っていこうと。なるほど。だからここで買うってことですね。じゃあその様子もそれはさね、多分見せられないですね。見せられない、見せられない。ちょっと秘密の方法がいろいろあるんで。すごい。まあ何年か後にまた成功したらお披露目したいと思います。わかりました、はい、ということで、こう家でも買っといた方がいいよということですね。はい、はい、以上です急に終わりますね何も考えてないすいません、はい、ありがとうございました。見てください、こんなお祭りで減ったのにもうぎゅうぎゅう。ぎゅうぎゅうですよね。ぎゅうぎゅうですよ。ぎゅうぎゅう。会社を休んで、なんか太くなってるなと思ったら、あ、本当だ。っちゃった。あれ、なんか太いなと思ったんですよ、ここ。あ、本当だ。あ、これが巣なんですか。これが巣だ。巣、女王がいるんですね。これだってなんかいっぱいいるじゃないですか、変なの。白いの。本当だ。うわ、すげえ。あれ、それにやってるんですか、今。撮ってるの。撮ってる。ああ、これもだ。ああ、ちょっとあの噴射器で。あれです、あれが。いや、なんでここに作らずこっちに作ったんですかね、あれも。なんですかね。ちょっと掃除しましょう。これヒノカさんですか。そう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 、そうなんですよ。こんなあれ、あれのね、あの白いのあれ効きますよ。それやられないし。とりあえずちょっとピンセットで。どうしよう。ピンセットしようか。ジョーが出てきます今。でかいのが。ジョー見たい。一回り大きいのが。いました。絶対上和で、一瞬落としちゃったかな。シャリがシャリ、シャリを食べてるのかもしれない。シャリを作ってくれた、作ってくれてるんですよね。アリもみたいな。アリもね、山口さんとかもね、アリが。シロアリですよね、多分それって。シロアリやばいな。シロアリが食っちゃうね。ちょっと後でジェット噴射で。うわ。ああ、こっちもだ。ここもいっぱいありましたね。薬を消毒をしないといけないですね。そうですね。消毒と、はい。これ掃除しなくちゃ。こまめに皆さんも。はい、掃除してください。アリの巣が木にできてる人もなかなかいない。なかなかいないですよね。八ならね、まだわかるけど。そうですね。というわけで。というわけで。おまけ動画。おまけ動画。おまけ動画だと思います。はい。うわ、まだある。